松田和俊の島唄レディオ。ヘイコスイヨチョイカラブラカーズのこと松田和俊です。はい、タイサリーです。はい、サイ、あのね、今のトイレに行ってた、ヒヤヒヤしたわ。トイレに行ってたんですけど、はい、なんかあのトイレの外からカズさん始まってるよと。おいと、どうなってんだおいと。どうなってる、本当ですよ。6分もあるねとか言って、ちょっとトイレしてこうとか言って、ええ、出たのはいいけど時間になっても帰ってこないし。いや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 、危なかった危なかった。はい、ということで、まあね、あのドタバタしながら、まあ、今週も始まりましたけれども、はいはい、この後3時までの生放送となっておりますので、皆さんどうぞお付き合いください。はい、この番組は沖縄音楽のことならキャンパスレコードの提供でお送りします。カズの島唄ラジオ。さあ、カズの島唄ラジオ FM 小座のスタジオから松田和俊とサリーでお届けしてますよ。さあ、サリーが一番心落ち着く場所とかなんかありますか？心落ち着く場所ですか？もうなんかもうここにいると、うん、なんかと何分でもなんかいられるとか何かあるかな。一応最近見つけたお店は、うん、あ、ここは何時間でも入れるなっていう場所はあります。カフェとかそういう。そうですね、なんかカフェというよりは、うん、なんかもう昔ながらの喫茶店っていうような雰囲気に近くて。あ、なるほど。なんかミートスパゲッティが出てくるような。そうそうそう。でもここはコーヒー屋さんなんですけど、はい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 、コーヒーしかメニューがなくて、うん、このなんてマスターが、男のおじさんマスターが一人でやってて、カウンターがあって、うん、でまた席もある、席も何席かあって、でコーヒーしかないので、ホットがいいですかアイスがいいですかってだけしか聞かないんですよ。なるほどね、はい、選べないんだね。そうですね、それぐらいこだわってる一応コーヒーに、
コーヒーにさ、そういえば、うん、あのアメリカンとか、はいはい、なんかいろいろあるじゃないですか、はい、俺あれコーヒーが飲めないので、うん、なんなのかがよくわかんないんですよ。なんか多分アメリカンとかは濃ゆさコーヒーの豆と、うん、このお湯とか水の割合で薄めのやつがアメリカン、あーなるほど、とかだと思います。その濃ゆさの違いなんだ多分。私はうん、そうじゃ、そうだと思います。ーコーヒーそもそもあの缶コーヒーしか飲めないんですよ、甘いやつ。あー、はい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 、ジョージアみたいな、うん、ああいうのしか飲めないんだけど、うん、あ、そうね、コーヒー ね好きな人みんな好きだもんね。はい、最近は私もいろんなコーヒー飲んで、でも、まあ、まだ詳しくはないんですけど、いろんな豆があって、うん、なんかスペシャルティーコーヒーっていうのがあって、うん、これは本当にコーヒーの原産地、なんか赤道直下の国、ブラジルとかそこら辺のね、はいはいはい、すごい高品質のコーヒー豆っていうのがあるんですけど、うん、それが最近沖縄で日本で初めて栽培に成功したっていう人がいて、はい、それもまだ飲んだことないんですけどね。一応勉強すればするほどなんか深いですよ、コーヒー。深いんだねでもあのなんかコーヒーを飲むと、うん、がん発生率が激減するらしいね。あ、そうなんですか。なんか、うん、がんにはいいらしいよ。あ、そうなんですね、うん、いいですね。そういうところで、うん、空いた時間なんか癒されてるということなんだね。そうですね。カズさんは？僕はもうトイレですね。トイレか。あ、トイレね。もうあのもう本当に今トイレは、うん、本当に何ていうのかな、僕一人の世界に入れるというか、うん、またこのなんか密室感ね。密室感、うんうん、FM 小座のトイレ広すぎるんですよ。あ、ちょっと広いですね。あれな、広いトイレはちょっと苦手なんだけど、うんうんうん、もう自分の住んでるアパートのトイレはもうベストですね、うん、あ、そう、30分ぐらいいるからそうなんですか。トイレにじゃあ漫画とか置いてるんですか。いやいや、僕はもう大体 Facebook 見たり、うん、最近は将棋させてますねトイレで。トイレでえ、ズボンは？ズボン脱いでますね脱いだ状態で、まあ、別に用事は済んでるんだけど、そのままの状態で、そのままの状態でもう30分ぐらいはいますね。やばいですね。やばいですか暑くないですか。いや、あのまあ昼間はもう汗だくなってますよね、うん、一応汗だくでもう入れるんですか。もうトイレはもう癒しの場です。へえー、そうなんですね。でも男の人とかは結構こうトイレに漫画とかいっぱい置いて、うん、あの漫画読みながら普通に本当にカズさんみたいに30分とか全然入れるっていう人聞いたことありますけどね。そうなんですよ、うん、もうあのなんかなあれなんかな、わかんないんだけど、うん、もうトイレのあの30分とか20分全然苦でもなんでもないよ。あー、そうなんで落ち着くんですね。落ち着くし集中できるし、はい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 、まあ確かにわからなくはないですね、うんうんうん、ごめんね、なんかこうあのカフェとかなんかすごいいい感じの話からトイレってごめんなんかねいえ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 なんか逆におしゃれにしてしまってなんか恥ずかしいけど、トイレね、皆さんのまたね落ち着く場所なんかもありましたらぜひぜひ皆さん教えていただけたらなと思いますよ。さあ、この番組は皆様からのメッセージ募集しておりますよ。メールアドレス761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。はい、そしてファックスもありますよ。ファックスは 098-934-8653 098-934-8653 です。また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらからもチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。さあ1曲目いきます。私松田和俊でジャグル今3人どうぞ。
はいそろっていこうりば今三年たしまみやらびの強いけよい今三年さすばなりなりうむやがちょんちょん悲しがちょんちょん生ちょんちょんジャガルビラのボティイリンカティミリバ今三人町並みのチョラさよそにまさて今三人さすばなりなりおむやがちょんちょん悲しがちょんちょん生ちょんちょんおとにとよまりどじゃがるいさやりば今三人わしたわかものやまもていかな今三人さすばなりなりおもやがちょんちょん悲しがちょんちょん生ちょんちょんジャガルウジバルやまがいみちやしが今三人わしたわかものやまがてくいろな今三人さすばなりなりうむやがちょんちょん悲しがちょんちょん生ちょんちょんカズの島歌レディオ。さあカズの島歌ラジオ FM 小座のスタジオから松田和俊とサリーでお届けしてますよ。サリーは、うん、まあ、いずれですよ、うん、やっぱりマイホームって持ちたいでしょ絶対。そうですね、持ちたい夢はありますよね。どういう感じの住宅好みですか？シンプルがいいですね。平屋がいいです。シンプル平屋、うん、もう真四角。真四角じゃなくちょっとでもおしゃれな感じは欲しいけれども、シンプルではないじゃあそうなるとシンプルではなくなってくる。シンプルではないか、うん、真四角よりはそうだね、シンプルではないかな、うんうん、家にさ、うん、このなんか草をなんか巻いてるお家ってあるじゃないですか。はい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 。俺あれ嫌なんですよあれね、なんですかねあれ。あすごいですよね。でもあの草の伸びを、あれだからもう家をどん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 囲っていってるさね、うんうんうん、涼しくなるのかな。あそうなんですかね。なんかでも見た目はねちょっと暗いイメージになっちゃいますよね。なんかドラキュラとかが住んでそうなはいはいはい、はい、なんかそういうイメージになるんだけど、うん、家の近くに今あるんですよ、その大きいとっても立派なお家なんだけど、はい、これを全部この緑で囲まれてるような感じで、すごい、もうぎっしり全部囲んで、すごいですね。って言うか本当にマスオさんだよねなんかマスオさんがある仕事行く途中にさみたいな上手感じでなんか驚くようなさへあれ虫も絶対寄ってくるだろうし。あ確かにね。でもなんかメリットがあるんでしょうね。やっぱ涼しくするとかそういうもんなんだろうね、うん、今最近なんか木造住宅っていうの流行ってるじゃないですか、はいはい、で今コンクリートと木造と、うん、あの鉄骨とかがいろいろあって、うんうん、やっぱ一番涼しいのは鉄骨らしいですね。あそうなんですね。そんなあの温度とかもあのコンクリートすごい暑いじゃないですか。あ壁がこう家の中もコンクリートだったらね暑いですよね、うん、
で、あれ結局断熱材とか入れてるけれども、うんうんうん、もうコンクリート自体がもう熱持ってるもんだから、はいはいはい、クーラー開けてもなかなか冷えない。あー、そうなんですね。でももう鉄骨とかそんななんかパネル式でなんかガーってあのやってるらしいんだけど、はい、そうするとなんかあんまり熱も持たないらしくて、あー、涼しいんだ。涼しいらしい、うん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 、で木造なんかもだから、うん、あれじゃない、だからなんかもういろんな最近住宅が欲しいから俺も、はいはい、いろんなところ見に行ったりとかして、うん、聞いてたりしてるんだけど、うん、木造はシロアリがどうのこうのとか言われたりとか、はいはい、もうそれ言ったらもう何も買えないんだよね。コンクリートは熱があるし、まあ、うん、しかもあの例えばこのスラブだけで8トンという重みがあるんだよ、うん、だから基礎とかもすっごいなんか、うん、すごい組まなきゃいけなかったり、基礎とかもちゃんとやらないといけないとか、うんうん、もうそれ言ったら何も買えなくなっちゃって。確かにね、うんうん、でも自分中でもこの 木造とかだと涼しかったりなんかするけど、地震とかには強かったりするけど、うん、やっぱりコンクリートとかよりは防音性がなかったりとか、うん、あ、防音とかね、うん、確かになんか自分の合うのをまず書いて、それに当てはまる、多く当てはまる方をもう選んだ方がいいんじゃないですかね、うん、そうね、いろいろあるから難しいですよね。でもね、最近ね、そうなんですよ、うん、ただだから沖縄は台風があるから絶対コンクリがいいよっていう人も多いわけさね、うんうんうん、でも逆にそれを鉄骨 あのお家を作る人たちからしたら、うん、何言ってんのって、鉄骨なんかでも全然台風持つよっていう人もいるし、うん、なんかもう盾と矛みたいな感じですよね、そうなんですよ、ずっとね。だからもうこっちらへんがちょっと難しくてね、うん、なんか聞けば聞くほど難しくなってきそうですね、うん、うん、なかなかね、まあ予報もぜひ欲しいけどもね。新しく建てるんですか？いや、まだそういう予定もまだ建ってないので、うん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 、まだ銀行にすら行ってないから。あ、そうなんですね、うん、一応買いたいなという考えで、うん、ただ頭金を貯めようと思って、うん、必死に貯金しようと思って、はい、先月1000円ぐらい貯金できたからなんか噂によると、この、7月6月7月、うん、はなんかあの飲み代が素晴らしく多く出たっていう噂を聞いてるんですけれども、まああのねびっくりするぐらいちょっと飲みに行ったみたいで、へーっていう感じで、なんか手元のお金が少なくてびっくりしたんだけど、1000円は貯金できてるんですね。1000円貯金しましたね。安心しました、一応貯金したいっていう気持ちはねあるんですけどもね、はいはいはい、さあさあ、ツイキャス今日コメント少ないですね。そうですね、こちら、リュウジンマサヤさん、松田和右衛門、サリーさん、うん、こんにちはって。こんにちは。そう、カズさん今日可愛い T シャツですよね。そう、今日あのベキンティレイマンです。似てないけどね。まあ似てないけど。残念でしたね、ちょっとね。ドラえもん T シャツ、そう、可愛い。こんなのどこで買うんですか？これあの神戸に売ってたんですよ。へえ、可愛い。似合ってますね。あのやっぱりもう。なんかいろいろ出したいっていう気持ちはあるじゃないですかはいはいはい、T シャツいいですね、似合いますね、うん、そしてみやちゃんさん、こんにちは、私です、うん、残念なドラえもんって早くドラえもんやってみじゃん、やってみやってみじゃん。あれ一応ドラえもんの子女性だったからね。はい、いきます。こんにちは僕ドラえもんですやばいねやばいねやばいねやばいよ、すいません、もうね、あの、あ、俺の方がまだいけてるね。そうですね、どこでもどんわやばいですね、やばいねいやー、そういうのがいけるんじゃないかな。いいよ、じゃあいいよ。タケコプターうん、もうあのぶん殴ってやりたいねやばいですね、そろそろあの苦情が来そうなので、あのなんか僕らのイメージって、うん、なんとか信代さんでした、はい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 、あの方のドラえもんの声がやっぱりそうですよね、なんかイメージが強いさ、ね、うんうんうん、今のドラえもんの声って一応可愛いよね。今のドラえもんピンとこないです、どんな声か、うん、ドラえもんって録画とかしないの？
しないえするのえしてるよ俺クレヨンしんちゃん、うん、ドラえもんちびまる子ちゃんサザエさんは録画してますよ毎週どのタイミングで見るんですか食事しながら見るよね夕飯食いながらとかすごいそうなんですね、うん、そうそうあのみやちゃんの大山信代さんあそっかそっかそっかそうそう、その声の声があの僕らのなんかドラえもんのイメージなんですよね、うんうんうん、そうですよね、うん、今のドラえもんなんかタッチも変わってるから確かにちょっと現代っぽくなってますよね、まあまあのび太も変わってませんのび太も変わってる、ねほとんど変わってますねあれジャイアンのこと面白いよね俺はジャイアンガーキだ一生あれやばいねやばいですねあれも面白いよねあの頭でかてか何だったこれさあピッカピーカそれがどうした僕ドラえもんあれ傑作だよねあれいいですねあれいいね、うん、もうドラえもんとかでも長いですよね長いこのサザエさんとかマルコちゃんとかもね、うん、すごいですねあのなんかサザエさんって、うん、日常的なのただなんかネタにしてる感じするじゃないですか、うんうんうんはい、だからあのなんていうのかななんていうの爆笑もないけど、うん、飽きもしないというかあ確かに俺多分それの二代目的な作品が、うん、多分ちびまる子ちゃんになると思うわけよあはいはいはいちびまる子ちゃんも俺長く続くと思うよいちゃ でももう長いですよねまる子ちゃんもまる子ちゃん、ねうん、あれどこって知ってる場所ですか分からないです静岡県らしいよあれあそうなんですかへえしんちゃんはどこでしたっけしんちゃんは知らんけどカスカベってどこだったかなカスカベカスカベどこだったっけそれよりしんちゃんのモノマネもできたんだったうんはい俺しんのすけだぞうまい似てるねびっくりした今自分でも似ててびっくりしましたうまい似てましたねやばいねライブネタできるんじゃんこれライブネタなんか無茶振りしたつもりが似てて思うより似てたもんねびっくりしちゃってそれもちょっとびっくりしました、埼玉県か春日部は、うんうんうん、埼玉なんだね物語がねはい、いやいやでもアニメはやっぱり面白いよ面白いですね面白いなんかこうしんちゃんとかこのドラえもんとかね、うん、アニメ何も考えず見れるからいいですよねいいね、うん、いいね今度から録画してね録画します録画してちゃんと見るようにしてねでも録画できる、うん、あの DVD を買わないといけないそういえば言ってたね泣いて言ってたねあなたね、うん、はいまあ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 というプレイステーションでもなんか録画できるらしいよあ今のですかいや3とか普通にできると思うへえそうなんですね、うん守ってないんですけどね、まあまあまあ、買わないと、はい、ということでじゃあ2曲目いきましょうか、金城恵子さんで悔いの花お聴きくださいどうぞMm-hmm.
さあカズの島唄ラジオ FM 小座のスタジオから松田和俊とサリーでお届けしてますよ。さあツイキャス来てますか。はい、ツイキャスこちら、みやちゃんさんですね、しんちゃんか、しんちゃんは埼玉県で春日部市ですよって。はい、春日部防衛隊ね、ありがとうございます。そしてこれはタイガーさんかな、タイガーさん、ティガーさん、モノマネ受けました。意外と引っ張れるネタかも、拍手って。上手だったよ、上手だったよ、びっくりしました自分も、サニーもやってびっくりした意外とスピーカーから聞くと似ててから、いいねこれ追加だね。はい、そして龍神正也さん、サリーさんの特技にしんちゃんのモノマネをプラスですねって。はい、だからよね、今度からのプロフィールに書き足しておきます。なんかお尻出す時のなんか言葉あったよねしんちゃん。あ、何でしたっけ、プリプリーみたいなのだった、プリプリープリプリーだったかなだんだんこんな感じでした。お尻よく出してますもんね、お尻出すよね、最近しんちゃん展、クレヨンしんちゃん展が那覇か浦添かどっかでやってるみたいですね。え、今もやってんの。今やってるみたいです。行きたい行きたい、行きたいなんかやってるみたいですよ。綺麗なお姉さんお誘い合わせの上、
くればって言ってました。おまじ、うん、ちょっと調べていけるので行ってみようかな、うん、どこか南部でやってたと思いますよ。 CM でよくやってます。うん、なんかあの一番今までにハマったアニメってありますか？一番ハマったアニメ、ワンピースかな。あ、ワンピース人気やっぱ高いね、あれね。うん、そう、なんか見ればハマってしまいますね。ほら、あんまり来なかったんですよね。あ、そうなんですか。ワンピースは来なかったね。うん、どこまで見ました？もう前半かな、テレビでやってたじゃないですか。うん、はいはいはい、今もやってるか。今もなんかちょこちょこやってますよね。あ、前半見てから、うん、あ、俺はまあ、あれかなみたいな、うん、違うかなみたいな感じだったんだけど、でもあれ人気高いもんね。そうですね、ワンピース。未だにもう続編がどんどん出ますからね。今 DVD で私はレンタルで見てるんですけれども、うん、ええ、まだ半分ですよ。そうなんだね、うん、もうシーズンどれぐらい出てるんでしょうか。もうたくさん出てますね、うん、100以上出てると思いますよ。だから、え、僕がハマったやつはあのキングダムっていう、あ、はいはい、戦国の、うん、にあれをハモってハマったんだけど、うん、あれも僕も漫画じゃなくて DVD で見たんだけど、うんうんうん、一応あれも面白いですよ。なんかあれ YouTube で3話ぐらいまで見たんですけど、うん、はいはいはい、でも結構面白い感じもありました。そうなんですよ、あの、うん、終わり方が卑怯なんですよ、キングダムって、はいはいはい、もう次がもう気になって気になってしょうがないんですよ、うん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 、だからもうあれもハマったし、まあ、ドラゴンボールもハマったね。あ、ドラゴンボール Z になってからはまたちょっと違うかなみたいな感じで。あ、そうなんですね。あの、うん、僕はもうドラゴンボールだけ。ドラゴンボールちゃんと見たことないんですよ。あ、超面白いですよ。悟空が子供の時とか超面白いですよ。あ、そうなんですか。亀仙人って言って、はいはい、もう天下もう無敵の、うん、ね、あの武芸家がいるわけさ、うん、それの弟子になるわけよ、悟空がね、はいはい、クリリンと一緒に、うん、もうこの時のクリリンのずる賢さと、へ、亀仙人のあのスケベジジイ感がもう最高だからね。あ、そうなんですね。子供時代がじゃあ面白いってこと。俺はそうだったね、ドラゴンボール。一番多分もうハマったのは筋肉マンかな。あ、筋肉マン。もうずっとノートに筋肉マンの絵ばっかり描いてたから。すごい。じゃあ筋肉マン上手なんですね。筋肉マン上手、描かしたら。 あれですか、金消しってあった時代ですか。あ、もう金消しあった時代、もうあれ持ってたし。あ、集めるんですか、あれ。集めてましたね、金消しだし、あの小学校の時の卒業文集みたいなのがあるじゃないですか。はいはいはい。で、いろいろなんか項目があるわけよ、うん、なんか好きなタイプとか、うん、なんとかなんとかでいろいろ項目があるんだけど、うん、将来なりたい職業、はい、レスラーって書いてましたけど。やばいですね。筋肉マンに影響されまくりだからね。レスラー、将来レスラーだった。変わったんですね、将来で、変わったね、現実を見たね。現実見たんだ、面白い、うん、で筋肉マンファンも多いですよね。筋肉マン最高だね。俺はもうバッファローマンが圧倒的に好きだったけどね。へえ。バッファローマン分からん。この角が生えてるわけよ、バッファローマン。ああ、はい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 。でこの角で何だったかな、なんとかハリケーンだったかな、うん、スクリューハリケーンだったかな、うん、で角でガーン見かして、うん、このガーンとやられたやつはもうくるくるガーって上に上がってって、はい、そのままリング落ちるんだけど。すごい、一応人間なんですか。もう超人だわけよ。超人なんだ、人間という、うん、人間は、うん、テリーマンだけ。あ、みんな人間じゃないんですか。超人だわけよ。へー。テリーマンは人間から頑張って、うん、もう超人のこのなんていうか息までたどり着いた唯一の人間だわけ、うんうん、すごい。テリーマン、へー、すごいですね。人間のラーメンマンも筋肉マンの仲間ですか。ラーメンマンも、うん、もうあれも超人で、あれは中国出身だ、大きさ。うん。頭にこの口にチューって書かれてるけど、おでこにね、はい、チュー。ヒゲも生えてますよね、なんかね、うん、ネズミみたいなね、あ、筋肉マンね、うん、面白かったね。はい、さあさあ、ツイキャス、はい、こちら、うん、タロスケさんのほん、カズさん、サリーちゃん、こんにちは。こんにちは。遅刻って、うん、もうお尻ペンペンだね。はい、遅いよ、うん、そしてこちら、大塚健二さん、こんにちは。あれほど私がコメントするまでは放送始めないでってお願いしてたのに、夢の中で、うん、遅いんだよね。遅刻だね、みんなね。遅刻だね、うん、サポさん、やっぱワンピースだよね。うん、ワンピースね、楽しい。
あれ面白いみたいね。はい、ハマってしまいますね。またワンピースは笑いもあるし、うん、あ、そうなんだ。泣けもするんですよ。あ、泣きもあるんだ。泣きもありますよ。結構あります泣き。へー、うん、あの手が伸びるのが意味がわからないよね。ゴム人間って設定なんでしょあれ。そう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 。手と足とか伸びるでしょ。はい、あれは悪魔の実ってわかりますか。いや、わかんない。あのワンピースって悪魔の実を食べると、うん、こう能力を得られるんですよ。はいはいはい。でいろんな悪魔の実があって、うん、世界中にこの同じ悪魔の実っていうのは一つもないんですよ。あ、なるほど。だからこうみんな海賊たちはこの悪魔の実の能力を欲しくて、うんうん、これを食べると強くなるから。あ、なるほど。で食べてルフィが食べたのはこうゴム人間の悪魔の実なんですよ、はいはいはい。であとはなんかグラグラの実とかっていうと地震の能力で、これはもうなんていうの、大気を動かして地震を起こせる能力だとか、いろんな能力があって、それでなんか戦っていくみたいな感じ。これ、これゴム人間の実を食べるさ、はい、ゴム人間になるさ、はい、他の実食べたらダメなんですか。一緒に、ね、うん、それも使えるようにはならないんだ。本当は2つの実を食べたらもう死んじゃう。死んじゃうんだ、うん、ですけど最近ちょっと新しいやつが出てきて、うん、黒ひげっていうやつなんですけど、はいはいはい、こいつはなぜか知らないけど倒した相手の能力を今奪って、自分の元々の能力と、うん、この奪った能力両方使えるようになってるんですよ。だからそれはなんでかなってまだ分かんないんですけど。じゃあこいつ強いんだ。強いですね、うん、いつもタバコ加えてるやついるよね。あ、いますいますいます。あいつは剣だった。あいつは空手みたいな感じ。タバコ加えてるのはそうキックが上手いんですよ。キック派なんだ。キックが上手い。上手いってなんだ。でもこの人は、うん、あのゴム、あ、悪魔の実食べてないけど、うん、もう悪魔の実を食べてない普通の人間なんですけども、まあ、さっきのテリーマンとテリーマンみたいな感じです。あ、なるほどね、はい、素の人間なんだけど、はい、この息まで達したやつなんだ。そうそうそう、はい、なかなか奥が深いね。はい、面白いですよ。大塚健二さん、うん、ワンピースよりビキニが好きです。そこ、あれでもセクシーよね、女性陣ね。ワンピースのめっちゃグラマラスですよね、みんなね。みんなバン、うん、ドンキュッボンだよね、うん、ボン。本当に露出も高いしね、ワンピース。今度またじっくり見てみようかなと。はい、時間があれば見てみてください。さあさあ、じゃあ一曲いきましょう。はい、サリーでティンサグの花いきましょうか、はい、どうぞ。夜原すふ
カズの島歌レディオ。さあカズの島歌ラジオ FM 小座のスタジオから松田和俊とサリでお届けしてますよ。さっさツイッター数ははい、うん、おそとさんがはい金作の花いい歌って、おありがとうございます。いい歌ですよね、うん、金作の花、うん、あれはね教訓歌ですから沖縄を代表する教訓歌、ね、うん、はい、どういう意味なんですか。金作の花、ホウセンカの花は、うんうんうん、すりつぶしてこうピンク色にね爪先に染めてピンク色に昔女性たちはねおしゃれ楽しんでたんだけど、うん、金作の花は爪先に染めて親の教えは心に染めなさいという。そうね、はい、これはもう心に染めてこなかったね。染めてこなかったんですか。もうあれもうもう僕はやんちゃだったのでね染めてこなかったね。染めなかったんですね、頭ばっかり染めてたんですね、頭ばっかり金髪にしちゃってね。はい、さあタロスケ、先週土曜日、うん、マングローブさんと、リスちゃんと、うん、宮城県からちーちゃん、うん、ちーちゃんも参加したんだ、新宿エイサー祭り参加しましたよ、うん、リスちゃん、酔いすぎて記憶なくしてはぐれちゃった。大丈夫だったかな、あリスちゃん途中で行方不明になったってこと、うん、あみたいですね、うん、相変わらずリスちゃんだねでも楽しかったんですねそれぐらいね、はい、またちーちゃんさんって言ったらこの間カズさんのライブでライブに来てた、なかなか強烈なキャラの女性なんですけどもねはい、フェイスブックも友達になってなんかちょくちょく記事開けてるんで、うん、見てるんですけども、うん、なんか日々飲んでるんですよね。あーそうなんですか。ちーちゃん日々飲んでるいいね、楽しそうですね毎日 ね沖縄来たらまたぜひご一緒したいけどね。はいはいはいぜひ皆さんで今度は沖縄に、ね、遊びに来てください。はい、うん、さあさあメッセージ来てますよ、はい、カーズさん、サリさん、 FM 小座のスタッフの皆さん、はいさい、はいさい、栃木のマングローブです。はい、先週はタルスケさんと一緒に新宿で開催されたエイサーを見てきましたよ、うん、でも雨が降ってきて全部見れなかったので残念でした。あとリスちゃんさんとも知り合いになったんですけど、うん、マングローブがトイレに行ってる間にリスさんが行方不明になりました。どこに行ったのでしょうということで同じさっきのねタロスケと、うん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 、どこに行ったのかね。それから連絡も取ってないの大丈夫完全にじゃあもう別行動になったんだやばいですね、大丈夫だったでしょうか、はい、そうそう、この間なんか新宿エイサー祭りがなんか開催されて盛り上がってたらしいんですけどもね、うん、これはあれですか、沖縄からこの青年会が何チームか行くみたいな感じなんですか。沖縄から1チームぐらいじゃないですか。あの県外に結構エイサーってもういっぱいあるんですよ。へえ、そうなんですね、うん、あの日本全国で、うん、エイサー団体がない都道府県って多分 2,3 県ぐらいしかなかったんじゃないかな。そうなんですか、すごい。それぐらいもうエイサーって全国的にへ、みんな団体がちゃんとあって活動してるらしいですよ。うん、そうなんですね、うん、すごいワールドワイドだエイサー。そうなんですよね、はい、さあさあこちら、うん、北野リスさん、うん、こんにちは。くのいちナイトで、うん、サリーさんが松田さんを絶賛していました。愛されてますねって。絶賛したの。ああもう絶賛ですよもう毎日何よ何よ、なんて絶賛したわけもうカーズさんはね、うん、頭もいいし、うん、お話も上手だし、うんうんうん、ラジオはギリギリに来るけど、うん
すごく優しくていい人なんですよ。歌も上手だし、三振もピカイチだし、ラジオ水曜日やってるので聞いてくださいって。あ、なるほどね、そういうことね、うん、はい、そういうことね。そうなんですよ、もう そうだね、そんなこと一等感とね、一応ね、一等感とね、一等感と後からもうパチされちゃうもんだからはい、言っていますよ、はい、私は。さあさあ、こちら、うん、ラジオネーム、こちらは、こんにちは、福岡、福岡、改め大阪からゆきおです。うん、ゆきおさん、うん、久しぶりに聞いていますよ。カズさん、ドラえもん T シャツ似合う。だからね、うん、シャリちゃん、今日も可愛いです。ありがとうございます。大阪暑いよ、ではまたね、ということで。はい、大阪も暑いんですね。そうね、もうどこも夏だね。もうあのやっぱり僕らっていうのはやっぱりモノマネ芸人ではあるのでうん、そうなんですよね。サリーが18番しんちゃん、はい、僕長渕、はい、もうこれだけでも俺は食っていってるから。そうですよね、会話しちゃおう。じゃあ、いいですよ。食っていきずなに、あらしんのすけだとお前さてー苦情来るね。苦情来ちゃいますね。苦情来ちゃう会話にもならんから。会話にならん。俺長渕のあの喋り方はできないからこれで喋るのはできないんです。できないね。ういしんちゃんこんな感じなの。ういしんちゃんなんだよできないね。やば、減ったなんだよが減った急にできなくなる、やばいね。しんちゃんなんだよとか言わないからやばいね困っちゃうね。困っちゃうね。はい、さあ、太郎介が、カズさん、まさかのドラえもん、うるま市赤の青年会が参加されてましたよということで。うん、うん、そうなんですね。そうね、赤の青年会、パーランクーでね。あ、うるま市、ぐし川の方か、うん、だと思うね、うん、いいエーサーですよね。サポさん、カズトさん、なにこれ、ひら、誰かな、ひら泉。あ、ひら泉せいかな、誰、平泉聖太の俳優の人でしょ、ぜひ今年行った。どうできると思うよ、うん、多分お前たちはさできないわできないわ平泉聖太誰か知ってるけどできないわどちらかといえばあの声が出ないあの何だしたっけ、あの格闘家最近よく出る。あ、はい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 、はい、うん、あれっぽかったですね。あ、そうなの名前何でしたあれ、名前だったっけ。格闘家知ってます、プロレスラーですよね。はいはいはい、いやいや、まあまあ、モノマネはね、モノマネはね、難しいね、うん、はい、こちら、うん、北のりさんですね、また、うん、さっきね、あの家の話ね、カズさん家が欲しいって話してたんですが、はいはい、サリーさんの家は大理石の家って言っていたやん、うん、親方との会話を思い出してしまった。家は見栄で作るとダメと親方の素敵な言葉って。はい、ありがとうございます。そう、私大理石の家だったんですけど、うん、昔はね、うんうん、でも最近ちょっと大理石飽きて、ちょっと暑いもんだから。あ、大理石ね、暑、うん、いし滑るしね。そうだからちょっと最近涼しくしようと思ってクリスタルの家にしましたね。あ、クリスタル、うん、全部じゃもう見えるんだ。見えるでしょ、スケルトンだから全部私生活丸見えもうバカチンだよ、ね、ただのバカチンだよね。はい、なんかちょっと考えてますけどもね、最近またね。涼しくなるんだったら、うん、まあ、あの壁とか全部くり抜いた方がいいんじゃない。あ、そうですね、もう風風通しバンバンしようか。風通しいいしいいんじゃない。それがいいかもしれないですね。もうただのバカチンだよねさあ、こちら、カズさん、サリーさん、こんにちは、はい、チューブのカーネルです、はい、カーネルカーネル来たねカーネル来たねカーネル来たね先ほどのドラえもんのものまで爆笑しましたこの時期からエイサーなどのイベントが多くなってきました、うん、最近ではエイサーナイトに出演しました、うん、緊張しましたがとても達成感があり良かったです、うん、これからも三振の技術と歌を磨き青年会を盛り上げていけたらと思っておりますよということで、はい、ありがとうございます。あの知り合い、ね、あの2人の共通する知り合いなんですけども、はいはい、いや真面目だねやっぱりねなんかメールの内容から見るだけでもやっぱ真面目ね。真面目ですね、真面目。うん、あいつもね、あの言ってるんですよ彼には、は
あの少しはやんちゃを覚えなさいと、うん、そうね、歌う歌う時はねやっぱりいろいろ分からないといけないですかね、うん、そうそう真面目なんですよとても達成感があり良かったですって、うん、自分で言うことじゃないからそういうことは達成感あったかもしれないけど、はいはい、うんうん、まあ、俺から見るとね、うん、まあ、でもよく頑張っていた方だった、うん、見に行ったんですけどもね、はいはいはい、いいとか思ったんですけど、ね、うん、これからもどんどんまた盛り上げていけたらなと、はい、頑張ってくださいね、はい、頑張ってください、うん、ありがとうございます。さあこちら田舎の鈴虫さん、はい、モノマネがとてもお上手でびっくりです、はい、うん、でしょ、びっくりしました私も、カズさん、サリーちゃん、うん、三振の稽古日何時間ぐらいな、どこでなさるのですか、うん、作詞作曲はされていますか、今日は松田さんの、自慢のお帽子は居酒屋でも連れてきましたかということで今日そうですね、帽子かぶってないですね。そうなんですよ、今日本当に、うん、すごいギリギリに起きてしまったのでやーべえ言うてやーべえって言うても急ぎすぎてこの FM 小沢も車を走らせてきたので、うん、帽子を探してる暇がなかったんですよあ、そうなんですね、昨日結構飲みましてまあ、お家で飲んでたんですけど、はいはい、昨日結構飲みまして、うん、この帽子だいたい行方不明なんですよ、帽子、うん、財布、うん、眼鏡、うん、鍵大事なものじゃないですか、全部これが大体どこに置いてるのかまず分からなくなるんですよ記憶ないので大変、起きた途端とりあえず顔バーサー洗ったらこれからも創作活動をしまして創作活動から始まる、もうそこから急いでくるもんですから、見つからなかったんですね、帽子だけは。帽子は今回見つからなかったですね家で見つからないとかありますか一応あるんですよ、なんでお前こっちにあるのっていう感じなところに置かれてたりするので怖いです、怖いですね、どっから見つかるんだろう、はい、三振の稽古、うん、私はこの稽古場所は通ってるところは地元のね石川で、うん、稽古は2時間ぐらいですかね。そうね、うん、自分でやるときは結構ね車の中とかでやるとね集中できたりします。あ、トイレと同じように多分個室だからですかね、はいはい、エアコンも効くし、なんか家にいると他のものに目が入って、うん、他のものにちょっと気がそれちゃったりするので、本当に集中したい時は遠くに行って車、海とかの駐車場で車でエアコンかけてやったりしますね、うん、僕はもうやっぱりお家ですね、お家で寝ながらいつも三振行くんですけど、うん、すごい、こうお腹に乗せて乗せてすごい稽古の仕方そのままだから寝入ったりするんだけど素晴らしいですね、さあさあこちら電波が入らない場所にいますがわざわざメールしますあの変態クソ野郎です早速、今朝の話、台風が来て仕事休みになったらいいのになっていうバカ社長が我が社にいます、うんうんうん、バカ社員かな、社員か、バカ社員が、うんうん、ダーマツとサリーもそんな感じだろ、うん、やっぱりヒンスウターやで、お疲れからのアディオス。誰がヒンスウじゃ、はい、ということではいはいはい、でもいきなり台風来て休みになった時のあのテンションの上がり方、うん、半端なく嬉しくない、嬉しいですよね、うん、うん、思ってるよ台風来ないかなってまあもちろんあのね、この農業とか、うんうん、ああいうのとかも結構ね被害大変だと思うけどもね、まあそうですね、なんかいきなり来た時になんか休みになるかん、うん、休み、いきなりの休みは嬉しいですもんね、嬉しいよねあれね、うん、やったぜってなるよね、うん、なりますなります、何しようかなってね、本当ね、うん、それを思わないクソ野郎がもうただのクソだよね、多分でもクソ野郎さんは真面目だから台風が来ても多分仕事するんじゃないですか ね、 あ、なるほどね、そういう、うん、そういうタイプね、うん、雨に濡れながらね、そう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 ずっと傘を差してね、うん、意味のない傘を差して頑張ってほしいですね、うん、ニュースでなんでいつも傘差してるんだと思うよね確かに、ね、傘が反対に振る曲がるさね、はいはい、あれはなんでかな、意味ないですねあれね、さあさあ、ライブ告知、私、2017年10周年ということでね、天熊ツアーということで、何度かツアー行かせてもらっておりますが、11月25日がですね、東京でタルマッシュ、会場が18時、開演が19時となっております。で11月26日が、大船の花市線、
会場が17時、開演が18時30分となっております。どちらも料金2500円となっておりますので、よろしくお願いしますよ。で、あの音楽村でですね、9月24日私と島袋達也でエイサートークというライブ、トークイベントを、開催したいと思いますのでね、はい、時間が14時から、15時までの1時間となっておりますよ、うん。まあ、あの観覧無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらなと、まあ、エイサーのあるある話をやっていこうかなと思っておりますので、ぜひ皆さんお願いいたします。はい。そして私、女僧裏庭で月曜日火曜日金曜日レギュラーライブで、演奏しております。時間は7時からですのでね、皆さん夏休みなのでね、お子様とお食事しながらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、あのエイサーあるあるということでね、うん、トークライブってなんかね、やったことありますか、何度か。あの公開ラジオ公開放送はやったことある。定芸、定芸ラジオっていうやつなんですけど、はいはいはい、あれはトークをしながら、お客さんの前で、うん、有料でお客さんを入れて、うん、トークをしながらなんか生歌を歌っていくってやったことあるんですけども、はいはいはい、うん、まあ、エイサーこの公開トークはやったことないかもしれないですね。あ、楽しみですね、じゃあね、はい、皆さん音楽村でね、うん、9月24日やりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください、はい。さあ、また来週水曜日、2時からの生放送となっておりますので、皆さん ぜひ来週もお会いいたしましょう。本日のお相手は私松田和俊とサリでした。バイバイ。バイバイ。Cheers.